はい、えー。それでは11月26日の3問に入ります。A が B に A 所有の高土地を売却し、その際、B 所有のオツ土地が売れた時に、B は A に高土地の代金を支払うという条件を付けた。A の代金債権の消滅事項はいつから進行するかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 問題文の状況としては、B さんが所有する土地があるんですね。落つ土地っていうのがあって、これが売れた時に B さんは A に代金を支払う。つまり B さんは A から高土地を買ってるんですよね。B は A から高土地を買ってます。A がってなってるので、A を主語にしたら A は B に土地を売ってるんですね。高土地を売ってます。 つまり B が持っている土地が売れたら B さんは A から土地買いますよっていう条件なんですよ。で、この場合、売った側の A さんの代金債権、つまり A さんが B さんに高土地の代金を取り立てる権利ですね。これの消滅事項はいつから進行を始めるかという内容です。で、答えは B さんの落つ土地が売れた時からなんですね。消滅事項の起算点、いつから進行するかというのは 権利を行行使できる時から進行しますつまり売り主 A が買い主 B に対して代金の取り立てをできるのはいつからですかこれを考えればいいだけなんですよね。権利が行使できるってことは取り立てができるってことなのでいつ取り立てができるかということなんですよ。で、代金を請求できるのはつまり取り立てができるのはおつ土地が売れた時からですよね。B さんが持っているおつ土地、これが売れた時からです。 なので A の代金債権の消滅事項は、おつ土地が売れた時から進行をします。では問いにですね、A が転売目的で反復継続して、えー、宅地を購入する場合でも、売り主が国、その他宅地建物取引業の適用がないものに限られている時は A は免許を受ける必要がない。丸かツかという問題です。えー、答えはツですね。A は免許を受ける必要があります。 A は宅地を不特定多数のものもから反復継続して購入すするわけですよね。今回国とかその他宅建業の適用がないものから、まあ、地方公共団体とかなんですけどもそういったものから購入するつまり国地方公共団体って限られていたとしても、まあ、たくさんあるいるわけですよ。 まだ地方公共団体以外にも、宅建業法の適用がないものっているんですよね。住宅供給公社だったりとか、ま、いろいろありますので、結局はこれ不特定多数になるわけですよ。したがって、宅地建物取引業を行うということになるから、A は免許が必要だということです。で、国自身は例外なので、宅建業を行う場合も、宅建業の免許は不要です。国自身ですね。あと地方公共団体。地方公共団体自身も、 宅建業の免許は不要だけれども、国とか地方公共団体とかと取引するものは例外ではないんですね。なので宅建業を行う場合は免許が必要だということです。でこれくらいで引っかかっていてはいけないんですね。これ考え方をちゃんと知っていて、それを使うことができたら、これ絶対引っかからないんですよ。この一点っていうのは重要なんですよね。ここで引っかかっていって失点する方っていうのは、引っかけ問題でもう3点、4点も失点するんですよ。 でそうなってくると大体不合格なんですね。で、引っ掛け問題に引っかからないためにも考え方、解き方を頭に入れる必要があるんですね。つまり理解学習をする必要があるということなんですよ。だから個別指導ではそういったところをお伝えしてるんですね。合格するためにはちゃんと考え方、解き方をしっかり頭に入れる。そうすれば引っ掛け問題に引っかからないようになる。だから合格点を取ることができるっていうことなんですよ。 いやそういったところを個別指導ではお伝えをしております。では問さ3に入ります。溶接率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に参入しない、丸か罰かという問題です。これは答えはツですね。3分の1、これが誤りです。正しくはこれ全てですね。 共同住宅っていうのはアパートとかマンションとか、まあそういったものです。これらの廊下や階段の床面積っていうのはすべてその建物の延べ面積。延べ面積っていうのは各階の合計面積ですね。これには入れません。つまり、この廊下や階段部分の面積は建物の延べ面積に参入しないっていうことなんですね。つまり、マンションの部屋の合計面積は1000平米あって、 廊下やエレベーター部分の面積が200平米あったとします。まあこれ合計すると1200平米ですよね。ただこのマンションの延べ面積っていうのは、この廊下やエレベーター部分のこの床面積200平米、これ入れませんので、まあ階段部分もそうですね。もう入れませんので1000平米になると、まあ、いうことです。まあ、具体例を考えればそれほど難しくないと思います。あなたも具体例を使ってイメージしながら理解学習をしていく。この勉強法を実践したくありませんか 12月初旬に値上げとなります。まあ、もうすでに、ま、個別指導で理解学習を実践している方もいらっしゃいます。まあ、毎年ですね、この時期から受講した方っていうのはやっぱり合格率非常に高いんですね。なので、え、来年一緒に勉強して絶対合格しましょう。理解学習を実践して来年絶対合格したいという方は、え、下記概要欄から、え、個別指導の URL、え、クリックしていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオーでした。